エルック計画は1955年にフランス国防省によって立ち上げられた軽戦車試作計画である。このエルック計画の目的は航空機での輸送により速やかに展開が可能な重武装かつ軽装甲の空挺戦車を開発することにあった。AMX エルックの試作車両は a m x 専任のジョットインダストリーズによって製作された。しかしながら この車両は大量生産されず、正式配備は行われなかった。車重は6トンで、操縦士と砲手は 90mmD915、砲が設置された砲塔の両側に乗車する。この車両はとても軽量であることに加え前方もとても低く、操縦士はリクライニング姿勢を用い、砲手は半身を戦車車大部に潜り込ませる必要があるため、砲塔の動きに制限がかかることとなった。 このため、静止時の砲塔は360度回転することが可能であったが、車体運動時には従来の突撃砲のように制限された。AMX エルックにはソファム8 g x b エンジンが搭載されていた。オチキス社の計画により製作された車台で、いくつかのモデルの砲塔の試験が行われた。この車両は駆動用喧嘩装置に4つの天輪と2つの トップローラーをそれぞれ両側に備えていた。新型の車台は1957年より開発が始まり、1961年にエルックビースと呼ばれる5つの天輪を持つ新型試作車両が完成した。この試作車両はソミュール戦車博物館において保管されている。エルックイーブン30エルックイーブン90エルック。 イーブンは、エッツ・ブラノン・バレットによって開発されたバージョンで、AMX の手動で開発された AMX エルックとは大きく二つの点で異なる。一つは操縦手が砲塔ではなく、車体に位置すること、もう一つは AM、AMX-13 や EBR 偵察装甲車と同様の陽動砲塔を搭載していることである。エルックイーブンは武装の異なるいくつかのバージョンが試作された。 これらの一部もソミュール戦車博物館に残されている。エルックイーブン30は、陽動砲塔の両サイドに2門の 30mmHS825 カノン砲が装備され、その内側に2丁の同軸7.5マーマイナス52機関銃が装備されていた。エルックイーブン90は、陽動砲塔の右寄りに 90mm マカー、低圧格好砲を1門搭載し、 砲塔左側には1丁の同軸7.5マーマイナス52機関銃が設置され、砲手用のハッチが砲塔上部に位置していた。エルック・イーブン120は、両道砲塔の両側に2問ずつ設置された4門の120、無反動砲と2丁の同軸7.5マーマイナス52機関銃で武装されていた。エルック・イーブンの車体に搭載された台座型砲塔に、 SS-11 推薦車ミサイルを搭載した対戦車車両である。2機の発射台が車体右側に位置し、1機は左側に位置する。垂直発射台の前面には防弾ガラス製の観察窓が装備されている。ありがとうございます。